どうも、渋谷ジャパンです。本日はこちらの UFO キャッチャーに挑戦していきたいと思います。結城ユナは勇者であるキャラクターフィギュアです。狙う景品は犬坊崎風様でございます。いやー、可愛らしいですね、風様。それでは早速挑戦していきましょう。さあ、まずは1回目の挑戦。いや、アームの爪がね、意外に角度ついてるからね、取りやすいんじゃないかなって思ってんだよね。さあ行きましょう。さあどうだ、手前の方を狙っていこう。手前の方を狙って景品取り出し口に引っ張り出そう。さあどうだどうだ、動く、おし、動いた。これは動くぞ。さあ2回目の挑戦。横はね、ちょびっとちょびっと動かそう。さあそして奥に動かして、さあどうだ、手前の方を狙っていこう。地味に地道に動かしていこう、地道に動かしていこう。さあどうだどうだ、動くか。よし、いけいけいけ、どうだ、よしよし、ちょっと近づいた。さあ3回目の挑戦。横はちょびっとちょびっとで奥に行って、さあどうだ、手前の方を狙って、いけいけいけ、動かせ動かせ。さあどうだどうだ、行くか行くか行くか、どうだどうだ、いけいけ、よしよしよし、ゲットゲットゲット、どうだどうだ、これだ。はい、ということで、なんと3回300円でこちらの結城ユナは勇者であるキャラクターフィギュア犬坊崎風様をゲットしました。いやー、見てください、可愛いでしょ、風様ね。この髪もロングヘアが似合ってますね。そしてどうですか皆さんと手を振っております。いやー、可愛らしい。はい、嬉しいですね、ゲットできて。で、ただ実は、僕この結城ユナは勇者である、見たことがないんですね。はい、まあただね、これきっかけで、風様がゲットできたので、これきっかけで、見始めたいと思います。